ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回は東大による水素革命についてお話ししていきたいと思います。皆さん、資源のない国である日本がカーボンニュートラルの実現とエネルギー不足による課題を一気に解決するため、水素を国家戦略に据えていることはご存知でしょうか。水素は今でこそアメリカや中国、ヨーロッパなども注目している分野ではありますが、日本は世界に先んじてその可能性に気づき、国家戦略として動いていたんです。実際トヨタの未来や水素エンジン車など水素を用いた自動車の特許は日本が独占しており、燃料電池自動車の価格高騰の原因となるプラチナの代替素材もすでに見つかっており、実用化は目の前というところまで来ています。さらに川崎重工の活炭水素による液化水素運搬船は世界のどの国も作ることができない技術となります。運搬コストを89円から2円にまで下げることができます。このように水素社会に向け爆進しているわけですが、ここに来て東大が水素の大きなブレイクスルーを達成してくれました。これによりエネルギー、安全性、コストなどの面での課題を一気に払拭するというとてつもない動きを見せているんです。今回はこの東大の動きについて見ていきたいと思います。このチャンネルでは世界に誇れる日本のすごいお話などをお届けしています。日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。まずはこの話がどれだけすごいのかをご理解いただくため、水素についての基本的な部分を押さえていきましょう。カーボンニュートラル実現に向け、新時代のエネルギーとして注目されているのが水素です。水素は宇宙で最もたくさん存在する物質とされており、燃焼させることで熱エネルギーとして利用できるんです。そのメリットの一つとして、水素はエネルギーとして使用する際に二酸化炭素を排出しないことはご存知かと思います。しかも水素のエネルギー効率は非常に高く、ロケットの燃料としても利用されるほどなんですね。水素は二次エネルギーであるため、いくつかの製造方法が存在します。一つ目は化石燃料を分解して作り出すグレー水素。これは残念ながら二酸化炭素を発生させてしまいます。二つ目は化石燃料を分解して作り出し、発生した二酸化炭素は回収し貯蓄再利用することで環境に負荷を与えないブルー水素。もう一つは再生可能エネルギーの電力で水を分解し製造するグリーン水素と呼ばれるものです。ちなみに先ほどエネルギー効率の話をしましたが、こと自動車に関しましては、水素を用いる水素燃料電池自動車 FCV は電気を一度水素にするという工程や貯蔵の工程から直接電気を充電する EV より効率が悪いとされています。しかしそもそもこうした再生可能エネルギーから作り出される水素というものは余剰電力から生み出されるものも多いです。太陽光や風力などで発電したものの余ってしまった電気、通常は蓄電池に貯めるのですが、蓄電池に電力を貯めておけるのはわずかな時間だけです。しかし一度水素にすることで長期にわたり今まで無駄にしていた余剰電力を貯蓄することもできますし、遠いところまで運搬することも可能となるわけです。つまりむしろ無駄をなくすことができるんですね。今後は脱炭素を旗印としてブルー水素やグリーン水素が増えていくわけです。再生可能エネルギーに適した土地であるヨーロッパではグリーン水素の研究が進んでおりまして、再生可能エネルギーに適していない日本ではブルー水素の技術が進んでいるんです。水素協議会は2050年までに世界水素市場は2兆5000億ドル以上の市場規模に成長し、約3000万人の雇用が創出されると予想しています。さらに水素エネルギーがエネルギー需要全体の 18% を占めるようになり、それに伴い世界の二酸化炭素排出量は約60億トン、2018年の世界の二酸化炭素排出量から見ると約 18% 削減されると見込んでいます。資源に乏しい日本にとって水素社会の実現というのはまさに反撃ののろし。日本人なら絶対に応援したい分野
というわけですね。しかし水素をエネルギーとして活用するにはまだまだ課題があるのも事実なんです。それは製造コストが高いことです。特にグリーン水素はコストの低い化石燃料を原料とするブルー水素に比べおよそ3倍のコストがかかるとされています。しかしその他のクリーンエネルギーである風力発電や太陽光発電なども約10年前から大幅にコスト低下が進んでいるのも事実ですので、世界が様々な技術開発に進んでいるというわけです。そんな中、東京大学生産技術研究所の砂田雄介教授と小林義晴大学院生らの研究グループは化学結合を利用して水素を運ぶ新手法を開発しました。これはゲルマニウム水素化物を水素キャリア、つまり水素を貯蔵運搬するのに適した状態や物質にして、次に独自開発した鉄化合物を触媒として使うことで常温に近い条件下で水素を生成貯蔵できるそうです。これによりクリーンな次世代エネルギーとして期待される水素の活用を後押しできるわけですね。先ほどもお伝えしたように、水素をクリーンエネルギーとして活用するためには大量の水素を安全かつ安価、高効率に運ぶ技術が重要で、その課題をクリアすることは急務となっています。水素は気体のままでは非常にかさばるため、貯蔵や運搬時は水素を貯蔵運搬するのに適した状態や物質に変換し、利用時に水素へ戻す方策が考えられています。実際川崎重工は液化水素にして大型運搬船で運ぶという技術を開発することに成功しました。そしてこの度の東大による化学結合を利用した水素運搬の技術も大変注目を集めているわけですね。従来の手法では高温高圧が必要だったり、貴金属化合物を触媒として使ったりするなど、エネルギー、安全性、コストなどの面でいくつかの課題がありました。研究グループはこれまでにケイ素やゲルマニウム、スズなど14族元素の化合物を利用した触媒反応を研究してきたわけなんですが、そこで14族元素水素化合物を水素キャリアとして活用する研究を行うことにしました。まずはゲルマニウム水素化合物の一種を水素キャリアとすることで、貴金属フリーで水素を発生させるべく鉄化合物の触媒を開発しました。この触媒を使うと常温下でゲルマニウム水素化物から水素ガスを発生させることができるんです。他のゲルマニウム水素化物やケイ素、もしくはスズ水素化物からも同じ触媒を使うと水素生成が可能ということです。さらに研究の成果はこれだけではありません。水素を手放した水素キャリアに対して再び水素を孵化することにも成功したということです。同様の鉄化合物の触媒を使うと1気圧の水素圧下0度という条件で水素を貯蔵できるそうで、今後はより多くの水素を生成貯蔵できる水素キャリアや低コストな水素キャリアを開発する予定としています。これは水素社会の実現を目指す日本にとっては強烈な追い風となるニュースですね。さすが東大です。ありがとうございます。これからも水素に関わるニュースがあれば随時発信していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と合わせて、この動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、コメント返信などしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。